私は今何をしているでしょうか。そうです、釣りをしております。ただ立っているだけに見えるけど、実はね、釣りしてるんですよ。はじめましての方ははじめまして。皆さんこんにちは、メグです。今回はですね、村のね近くにいると思うんですよ。こちらのね村人さんたちともっと仲良くなりたいなって。今回はね、村人たちと仲良くなるための無限釣り機を作っていきたいと思います。メグクラ。で、材料がですねこちらです。ガラスが10個ぐらいと、トラップドアが5個と、看板1つ、チェストが3つ、マグマと水入りバケツですね、それからホッパーにボタンです。で、場所なんですけれども、無限釣り機はねマグマを入れるので、木材の近くには置かない方がいいかなと思います。今回は水辺のね真ん中、ここにね作っていきたいと思います。それでは穴をですね2マスほど掘りまして、こちらをねチェストにします。ここかな、どんどんと。で、このチェストに向かってホッパーですね、こういった風につけます。で、ホッパーの上にボタンをつけます。さらにこの目の前にですねガラスブロックを配置しまして、ここ周りはね削っておきます。はい、で、さらにこちらね、こんな感じでつけまして、さらにこちらにですねチェストを設置します。で、この後ろ側ですね、この後ろ側伸ばしまして、で、こちらに向かってトラップドア、そしてこっちに向かってここですね、こっち側、内側に向かってトラップドアを設置、こっちもチェスト側に向かってトラップドアを設置。このままだとね水が漏れてくるので、チェストの目の前に看板設置してあげて、まあ、なんかここにね、無限釣り機とかいう風にね文字で遊んで、水入りバケツをチェストのこのここですね、この床に向かって流します。で、もう一つ魚をね捕まえないといけないので、水を捕まえてから魚をねこんな感じで捕まえると、鮭がねゲットできますので、この鮭をですねこのチェストの後ろ側にあるガラスブロックに向かって放流してあげます。するとこんな感じになりますね。で、最後にここにマグマを流してですね、ボタンに向かってかな、痛いね、ちょー、事故った、いやー、事故ってしまった。あー、危ない。一番失ってはいけないツルハシ系が無事ですね。よかった。割とガジメに危なかった今の。いや、危ない危ない、本当に。はい、作業するときはね危ないので、必ずね持ち物は、大事な持ち物はね預けてからにしましょうね。で、マグマブロックはここだ、ここです。あの、ボタンの上にやったらね一マス上に出るのは当たり前なんで、このガラスブロックに向かってここでね残念なお知らせです。実験していたものとね作ってたの違いましたね。ボタンいらなかったです。ボタンいらなくて、ここにね直接マグマで大丈夫です。これで OK です。失礼しました、ボタンはいらないですね。無限釣り機できましたので、こうやってね釣り竿を作って、このチェストのね上側に向かって釣ってあげれば、あとは自動でね釣れたら、このように鮭がね今チェストに入りましたが、あとはもう釣り竿を投げて釣れたら、勝手にね釣れた衝撃で下に糸が下がりまして、燃え尽きる前にホッパーに吸い込まれてチェストの中にね流れるようになります。なのでもうこれだけだね、これだけ簡単な仕組みですね、本当に。はい、これでどんどん釣れていきます。こうやってやって釣り竿を投げて、ここを開いてるとね見えるんだよね、何が釣れたか。あ、タラだね。これが面白いんだよね。あんまり上の方に投げすぎたりすると、ここはねどっか行っちゃったりとか、この看板の上に乗ってるとね失敗になります。これは釣れないです。必ずチェストの若干上狙って、水の中にねこう浮きがプカプカしてるような感じにしてあげてください。一応この無限釣り機なんですけど、後ろに魚を入れたことによって釣れる確率が上がってるんですよ。なのでね、こんだけ早めに釣ることができます。上塞がないことによって日光が当たってね、こちらも釣れる条件としてはねいいみたいです。雨が降ってくれるともちろんねもっといいんですけど、現状のね最高効率ができてるかなと思います。タラばっかりだね。タカラ釣れないですね、なかなか。エンチャントがついた釣り竿が釣れてくれたらね、もう早いんですけどね話が。
なんとかこう入れ食いとかね、高田釣りとかついてる釣竿が欲しいんですよね。もうこのまんまだからね、このまんまもうやってるだけで OK だから。どうだろう、釣れたかな。ゴミゴミとか言っちゃいけないけど、ゴミ。夜になるとね、効率が落ちるので朝にしちゃった方がいいですね。一回寝ようか。あ、釣竿釣れたね。釣れたけどエンチャントついてないや。いやー、せっかく釣れたのになー、ダメか。タラがねめちゃくちゃ釣れるんですよね。エンチャント釣竿を頼む、よろしくお願いします。お、おおほほ、これはまたちょっと斜め上なんだけど、エンチャントボン、これはやばい、これすごいな。宝釣り3とドロップ増加3、悩ましいですね。アイテムボーナスってことだよね、これ剣とかにつけるやつなん多分ね。これちょっとつけてみますか、釣竿にね。ちょっと宝釣り3をつけてきます、釣竿に。水竿とね、エンチャボンでエンチャントをつけるためには金床が必要なんだよね。金床に水竿とエンチャントボンを入れると、まあこうやってね、宝釣り3ができますよと。こいつを使うことでね、またエンチャントボンとか水竿とかがね、釣れる可能性が上がるので、ちょっとこれでね、もう一回やってみたいと思います。お、雨だ、雨だね、ラッキーラッキー。この状態でちょっと宝釣りやってみよう、せーの、はい、どうなるかな、何釣れる？ただ。何が釣れるかな？ただやめて、ただ。ここにね、増えれば正解ですね。何釣れた？鮭。ただ。ただしか釣れない。ただ鮭。ただ。あ、骨。鮭。嘘だろ。うん、悪くない？大丈夫？宝釣り3だよね。鮭。え？宝釣り3ってあんまり釣れないんですかね？ただだ。お、名札、これはね欲しかったんだよね、名札は。これいいね、村人に名前つけよ後で。バンバン釣っておこうが、また名札釣れたんじゃないかな。あ、いいね。まあしばらくはこんな感じでゆったりまったりね、釣ってれば何かお宝がかかってんじゃないかな。音と浮きの沈みがずれることもあるんですけど、まあゆっくりと待っていればね、ちゃんと紐が切れてくれるので。ん？エンチャボン釣れてるね。お、水渡り2と幸運2。なかなかですよ。氷渡りか。氷渡りいいね。足に装備できたやつかな。もうね、たまに燃えるんだよね、この草むらが。危ないね。一応この無限釣り機の使い方、注意点なんですけど、必ずその真ん中、本当にこの真ん中、端に寄せたりとか、ここずれたりとかね、しないように。じゃないとね、釣れたものが燃えちゃったりとかするんだよね、たまに。あ、ちわ。耐久3は3だけど、これひどいなぁ。お、大向かいじゃないですか。これなんかね、貴重なんだよね。燃えるね。草原ダメかもしれないな。草原ダメかもね。雑草生えた瞬間に燃えてんのか、草原がもう燃えてんのかわかんないけど、燃えちゃいますね。じゃあね、しばらくこのまま釣りをね、楽しんでいきたいと思います。2000 years later。 はい、ということで、釣りをね、めちゃめちゃやってみました。はい、どうもどうもどうも。釣りをね、今回すごいね、ラージチェストパンパンになるまでね、やってみました。で、その結果がですね、こちらになっております。せーので、ドン。だいたい200個釣ったぐらいで宝釣り3が出たんですよね。で、宝釣り3を使って、その後ね、まだ釣ってたらこちらの釣り竿が出たんですよね。もう最強でございます。釣り竿で耐久3、宝釣り3、入れ食い3の修繕1ついてます。まあ、消滅の呪いはね、ちょっとおまけでついちゃってるんですけど、それをね、考えても、まあ、呪われてんだけど、十分でしょうと。ここまでね、素晴らしい釣り竿であれば。で、こちらの釣り竿を使って、あとね、300回ほど釣ってみたところですね、このような形になりました。これ何があるんだろうね。
例えば、まあ、馬用のね、蔵とかがたくさん釣れてるのもあるんですけど、まあ、エンジャボンですよね、やっぱり。氷渡り2と幸運2。火炎耐性3と落下耐性4、虫特攻4。なかなかいいね、火炎耐性はね。これ、射撃ダメージ増加の4。これもね、本当だったら結構強いんだけどね。落下耐性4。これもいいね。虫特攻4と火属性2。これね、強いよね。剣につけられるやつだよね、火属性2。動物とかさ、燃えるから先って。焼く必要がなくなるんだよね、お肉とか。ダメージ軽減3。水中歩行3、ダメージ軽減3、効率強化4。なかなかね、釣れるエンチャントボンが強力なんだよね。数字が高い。火炎耐性3、ダメージ増加3、ノックバック2、貫通3。これも、なかなかすごいですよね。シルクタッチ1と貫通4ということでね。こちらもね、まあ、装飾用にクワとかにね、シルクタッチも欲しいんですよね。で、名札が何よりね、12個も釣れたんですよ。これはでかい。これね、ほんとでかくて、村人全員に名前付けられるぐらいあるんですよね。せっかくなんでね、1個ちょっと、シャケちゃんにね、名前を付けていきたいと思います。こちらのね、いつも頑張ってくれてるんでね、ここでね。大丈夫かな？ピシ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 って、なんかピピピピピピみたいな感じでもう痙攣してるけど、大丈夫かい？顔がね、もう見えなくなっちゃってね。この子にね、名前付けようと思います。はい。名札ね。今回の名前は、これにしたいと思います。いくよ、名前付けるよ。せーの、ほい。今日から君の名前は、シャケ太郎ですね。よろしく、シャケ太郎。ここでね、ぜひ、頑張ってこう、無限釣り機をね、盛り上げてほしい。もう、鼻がもう、激しい。ああ、戻った戻った。さっきまでね、もうビーンって感じだったけど、もう今はなんかゆったりと生きてる感じがするね、シャケ太郎。いいね、いいね。そのぐらいの速度でねえんだよ、全然。今までね、早すぎたんだよ。ね、また興奮してきたな。また興奮してきたね。大丈夫か？シャケ太郎？シャケ太郎？大丈夫？ああ、大丈夫、大丈夫。鼻がグリ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 ってね、出てくるんだよね。ああ、かわいいな。はい。ということで、今回はね、ラージテスト一つ分のね、釣りをしてみました。こんな風になりました。他にも弓はね、修繕とかついてくるんですけど、中にはね、やっぱ消滅の呪いっていうのもね、結構ついてくるんですよね。こう、ポンポンと。いらないけどね、消滅の呪い単品とかね。どうやって使うんだよ、これ。あ、フグとかもね、57匹とか釣れました。オウムガイの殻とかもね、結構やっぱり宝釣りついてるだけあってね、レアアイテム、相当取れますね。なんか、ラージチェスト1個分って言ってね、このボタンがあるから、1個分じゃないじゃないかって思う人もね、いるかもしれないですけど、まあ、その分は、釣竿がね、ここ、本来だったら釣れてるのでね。はい。これで、ラージチェスト1個分ということにしたいと思います。で、この白樺のボタンはね、私をゼンロスに導きそうになった呪いのボタンということでね、ここに記念として残しておきます。額縁に飾っとこうかね。額縁に飾るか。ちょっと、喉割れしボタンとして飾っとこう。そうだな、こうして、こうやってね、歴史ができていくんだよね、ワールドの。あね、このボタンと。で、こいつを、ゼンロスボタンを、まあ、ここにあったらなんかおかしくないか。こことかにね、こうやって飾っといて、あ、そっち側につくんだ。ちょっと予想外なんだけど。本当はさ、こう、なんだろう、わかるかな、この、だってこっち行って、なんだろう、キットカットの先っちょじゃん、これ。そうじゃないんだよ、もうちょっとこう、違う、これアルフォートの先っちょなんだよね、これじゃ。アルフォートのさ、絵描いてる部分を貼り付けたかったんだよ、本当は。ボタンこうなるんだ。なんかこう、ちょっとね、違うんだけど、まあ、いっか。しょうがないね。はい。記念にボタンを貼り付けました。裏側はああなってんだね、額縁の。ということで、無限釣り機をね、作りましたんで、建築の方もね、こんな感じでやってみました。水辺なので、スポナートラップの経験値作った時の材料、苔蒸した丸石を水辺にね、並べてみました。まあ、苔生えてるよ、みたいな感じで。で、壁をこんな感じで、戦力岩でね、作って、戦力岩とね、色合いが、柄が似ているブロック、白樺のブロックで、
柱をね作りまして、上にまあ自然のねファンタジー感をね大事にしたかったので、上にね白樺の葉っぱでね飾り付けをしてみました。これ本当はね後々こうまだツツジとかねいろんなのでこう張り替えをしていきたいんだよね。これもうちょっとね綺麗にしていきたいんですけど、まあ今のところはねこれが限界でございます。冒険しなくちゃいけないねまだね。はい、橋が完成いたしました。メグクラ、はい、ということで今回はね実際にねラージテストを一つ分釣ってねこんなになるんだなっていうのを初めて見ました。やっぱ実際にやってみないと分かんないね自分でね。今回取れたね名札とか使って村の方もね徐々に発展していけたらいいなというところでございますね。ペットとかもね欲しいからね。ではもしよかったらチャンネル登録高評価で応援よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。